はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。 3D ワールドやっていきましょうか。あれか、なんか汽車みたいなところのステージ入ってセーブされたみたいな、多分そんなところで終わってたと思うんですが、城門は開かれている。やっていくか、ワールド5の城。ガッチンキングの砦と言いながら完全にお城みたいなねデザインなんですけど、いや豪華な砦やな、いいなね。あー扉が閉められた、退路が断たれてしまった。ほう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 、おっおっおっ、はい、まああの縁に当たらなければ大丈夫やと、そういう系っぽいね。でここなんか入ってない。あでコロリン来る、ピヨン、ブルさんバイバイ。なんかそこ上がれそうやけど、あーはい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 、まあもともと上がれるようになってると。でここのなんかすごいガタガタ揺れてる、怖っ。ここの足場で登って、さてこいつら絶対倒しといた方がいいやろ。2発で倒せんのか、猫強っ、いいね。で見たくなっちゃうよね、猫持ってるとね、なんか高いところ見たくなっちゃうんですけど、さあピピピピ、今だいぶ危なかったぞ。カッコカッコ、よし。でクリンサーが出てくるので落ち着いて取る、 OK。で右に寄ったタイミングでこっち入りますよと。1個目よね、1個目やし、ここは何もない。よし、じゃあ入りましょうか。ここで中間、ありがとう。で危なっ、あーこことそこを行ったり来たりしてるのか。まあここは真ん中抜けると OK。 ここのなんか色ついてるブロックに関しては安全地帯みたいなので、とりあえずここのパタパタ抜ける。でここ抜けます。え、ちょっと待って、そういう縦の転がりやばくない？チンチン、ギャーギャーとりあえずやっとく。待って、こういうところちょっと怪しく思えてしまう。待てよ、ほっ、なんかハンコあんぞあそこ。 OK、 じゃあそのハンコは取りましょうよと。でこっち来て、ここの上やったっけ、ほんとにそっち。ちょっと待って、あブル強っ、このトゲトゲ刺さっても平気なんかあいつやるな。ちょっと待って、なんか出てきた、グリーンスターが出てきた。ちょっと待って、グリーンスターある時とない時あんのか。2回に1回グリーンスターある時、ある時がない時もうむちゃくちゃで、ここは安全。おおでピヨンする、痛い。ちょっと待って、ふぶな、猫取ります。でで、ここで待ちます。で今のうちに入ります。ある、今までないないと思わせておいて、最後の最後にグリーンスター用意しましたよと。でおっ、なんか真ん中もダメそう。はあなるほど、真ん中は真ん中でもこの L 字のところは安全ですよと。あ影になってんのか、ちょっと待って、明らかにあれですね、なんか踏めるところあるねでそっち向かいます。でそこバッタンします。ここで、あー別にヒップじゃなくていいのか。あーそれトゲでした。でこっち倒れてくる。でこの後ですよね、カラッカラッ、ここここ踏む、 OK。ちょっと待って、足場なくなってる、制限時間もないぞ。ちょっと待って、ここ、そっち行くんですか。ここで待って、でここで待ってれば OK なはず。カラッカラッカラッ、ここよし。さあ足場はなくても全部真ん中で踏めば関係なしよとなんかね、真ん中はなんか知らんけど背中見せてくれたので、こう踏んで
コイン拾いたいが制限時間ないから飛ぶかっていうか時間で消えんねや。ただここで100秒いただけるので、まあちょっと落ち着いてねウィニングランしてくださいねと。何キングやったっけ忘れた、トゲトゲキングまた安直な名前つけてみたいなところはありますが、ちょっと待って、届け、届かない。はい、で紫も救出しましたよと。紫紫、さあ早速ね今日は景気よく妖精さんの救出から始まりましたが、そうハンコも取ったからね。ワオ、さあ125個になって、でまたあースパナーでチンチンチンしてくれると、次がワールド6、チン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 、お今度上に続いてんのか。はあ、ちょっと行ってみる、まあ行ってみるしかないねんけど。お、なんだここ。はあ、なるほど。空中ステージか。一気になんか難しそうになってきましたね。よし、じゃあちょっと順番に見ていきましょうか。透明ドカン、トゥワートゥワー、うーん、まあマリオでいきましょうか。レッチゴー。お、待って。右、イエーイ。ちょっと待って、あいつ待ち構えてるくね、あんま出たくない。でも行くしかないか。うっ、棒を吹っ飛ばす。ふっ、で、あ、ファイヤーくれる、ファイヤーくれるのでかいが、何その見えない足場。こんだけ、こんだけやけど、こういうと透明なやつが隠れてますよというギミックか。それはトゲトゲぶっ壊さないといけないもんね。ここ出る余裕あった？なさそう。じゃあそのトゲは避けましょうか。でグリーンスターは1個目見落としなし。でポロリン入る。よし後ろ、よしこれこっから入れたらあいつ倒せんじゃね。おおいいね。でハウするとファイヤーが出てくる。あ、ファイヤー取ってしまった。まあいいや。よし、で倒して、でファイヤーがあるので、そんだけ、ああ、ワンナップがあるだけか。はい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 、あいつには効かへん。ウェーイウェーイ、今タイミング悪かった。こっちで、おお、ウェーイウェーイして、こっちよし、オッケー。今のところ2つ目らしいので見落としもないらしい。ドヒュー、おお、また長距離移動。スポン、でそこのトゲどうすんの、ね、あ、パワーで叩け的な、パワーで叩け、パワーで叩け、ほい、おお、なるほどね。でちょっと一旦見送る、一旦見送って上入ります。いいね。これはファイヤーめっちゃくれる。今んところなんか安全に戦えてるけど、戦えてるそこ降りちゃった。あーはーはーはー、ここは降りていいのか。うん、ただもう一回上がらないといけないですよと。はい、で今度そこのトゲトゲがなくなったのでこっち切って、見えない足場ない、見えない足場ないちょっと待って、今入ったらあかんかったんじゃん、なんかなかった、そこなかった、なんかでもここから降りれそうなんで多分大丈夫。あー、ここファイヤーがないと通れないということはそういうことですよ。でで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 、ほら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 、あ、よーし、やったぜ。3つ取った。ハンコは？ハンコまだない。ハンコまだない。おお、キックでやれる。ナイス。あ、入っちゃった。これ今タイミング悪かった。よし、上。
で、こっち来て、右こっちで、ここで、ポロロロロンして、で、問題はその彼らとのタイミングが悪かったので、このまま上行きます。で、ちょっと待って、キノピーを言う、キノピーを言うぞ。なんだそれ、待って、ここでいいの？ハンコなかったけど、どっか隠れてたんかな。ないステージとかある？ないステージもあんのかな。まあちょっとその辺はわかんない、わかんないが、まあ必要になったら取りに行こうよ。そう、とりあえずね、完全コンプリートはまだ今目指してる段階ではないのでね、まだできるとも言ってない、そもそも。あ、てててで、まあ残機アップはあんまいらないかな。はい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 、下に帰ったりも、まあマップとかで行けますよと。で、ハンコとかグリーンスターの状態も見れますが、ハンコあったんや。どこにあったか全然わからへんな。よし、次はホラーステージ、テレサのステージっぽいが、 6-2 ゆらゆら幽霊戦やっていきましょうか。あんまでもさっきのコース空中ステージ感なかったけど、いやでもそろそろ空中ステージ感出してきそうなんや。トゥーン、トゥーン、ドンケツいるけど、ちょっと待って、こういうところにブロックがあるのはどういう意味か。あー、倒しちゃった。いいの？いいんですか？シンプルにちょっと揺れてる。シンプルに、まあ、こういうゆらゆらしてるところでドンケツいると、まあ、揺らされてっていうか突き落とされて、ちょっとおおおおお、怖いねこれは。ドンケツは来れない。待って、なんかこのドンケツを生かす方法がなんかあるんじゃない？そんなことないですか？待って、結構ぼかすかやられる。なんか入ってない。キノコ出てくる。キノコ回収して、そこぶっ壊す。危なっ、スポーチェンゾ。まあドンケツと遊んでる場合でもないね。そこはコインだけ。ね、ちょっと待って、ワンナップ、ワンナップした。あれ、ちょっと待って、これいけんの？いける、いける、いける、いける。おお、こっちコインあるけど、そっちは降りたらダメよね。え、ここが中間ということは、っていうことは、あの入り口なんだ。ほっ、入る。へえ、ハンコゾーンか。なんか普通にハンコゾーン来れたけど、いた、ちょっと待って、チビになった。そっちのアイテム気になる。さっきちょっとアイテムもらうか。アイテムじゃないです、テレサが出てきて、なんなら難易度上がりました。ちょっと待って、それどうやって上がるの？あ、ちょっとあれか、水が高くなるタイミングがあるね。で、壁キックして取る、オッケー。ハンコは取ったぞ。それは、あ、壁にめり込んでただけか。スター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 。なんかここの下あるけど、はい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 、グリーンスター取れます。2個目です。ちょっと待って、意外と判定あるからね。避けるで、ふわふわして避ける。1個目どこにあったん？全然なかったんけど。おお、びっくりした。ちょっと傾くのやめて、やめて、やめて。ほい、これ3つ目。まあ普通に。で、ハンコももうないし、1個目ももう取ってるので、耐えるか、耐えるかちゃうわ。耐えないし。で、あとはこれ多分倒せってやつよね。ほい。ほい。あー、危ねえ。ちょっと待って。
ひょい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 。ほい。キーンってすると、ああ、入り口が出てきますよと。どこに何があったんやろ、全然わからへん。1個目、全然歩き範囲なかったもんね。ふっ。ああ、そう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 、クルリンとかはできないんだった。まあ、多分押してるボタン違う。ヤッフー。いやー、わからんなわからんな。でも、ハンコは取れたし、疑っていく姿勢で2個目のスターもちゃんと取れたんで、まあでも結構取れた方よ。本当かな？本当かな？で、なあ、各種ステージが出てくるのと、右が出てくるよと。4。ここ3っぽい。よし、じゃあちょっと、まあ、こっち3っぽいんでやっていくか。はい、キラーン。ドゥ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 ン。おぉ、6の3。ドワオン。タッチ。謎のからくり城。あー、タッチ系っていうことは、ポインター出すやつか。うん。後ろなんもなし。後ろよし。これ。おー。おー。っていうギミックがこれから登場しますよと。ティロロロロロン。クイちゃんクイちゃん踏んじゃう。オッケー。で、なんか影見えるのは何それ。この影何？ん？あれ気のせい。なんか上がくるんって回ったんかなと思ったけど、全然そんなことはなかった。じゃあまあ、ここタッチして進んでいくか。で、コインコイン、ここの先は、なんかある、なんかある。ここなんか隠しなんちゃらじゃない？そんなことない？なんもないっすか？外れ？外れ？なんかこんだけなんか、ね、いかにも、あー、キノコなんや。ハズレやな。まあそういうハズレもありますよと。ので、まあ、ただこういう隠しもあるので、足場が消える、足場がツルツルになる。ねえ、そういう隠しもあるので、まあ、注意深く見てねと。絶対なんかそのうち天井になんか出てきそうなんだよな。ピーン、ピカン、ピカン。うん。キラン、キラン。こういうの開けたくなるよね。コインくれる。おお、これは、どんどん開けるべきだ。と見せかけて敵と思ったら普通にクリボン行って、P、P、どっちかの P が進めるボタンで、どっちかが敵出てきそう。ででん、やっぱり。ということ、あれ、ちょっと待って、チビになった。え？何それ。トゥルルルルルで、上がる。これ中はね、おお、ドーンドーンして、これ何、ここ下下、こっちこっちってなってるけど、特になんともない、なんともない。チラ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 、おお、ちょっと待って、クリボンいる、なくなった、なくなった、逃げる逃げる、ごめんなさい、私敵じゃないや。よし。で、こっち取って。あー、コインのやつはいいや。ヒューリーワールドでも、ほったらかしにされる相変わらずなガマさんですけど。うん。シンプルにやられた。でもあそこまではもう一通り取ってるっていうか、グリスタが全然なかったのは分かってるので、もうダッシュで抜けていくか。ここなんかあれじゃない？でかい状態で開くと、ファイヤーかなんかくれるんじゃない？こっちじゃなかった。そこの影なんなんやろな？何の影なんやろな？何が動いてんの？よくわからん。全然わからん。ブーメラン来た！ブーメランでかいか。で、ここタッチして、タッチして開いて、で、そっちは何もないんやろ、ね。クリボーがいただけなんで、まあ気にせず、上がって、そっち倒す必要はなかった。で、もうここはいいや。そうで、左、左。ちょっと待って。いきなり出てくるのずる。こっち、よし、ピロリロリンして、で、まあこれはコイン出てくるだけ。
で、ここよね。ここクリボーいるだけやったっけ。あ、タイマー落ちてる。まあ、そろそろ探索するからね、みたいな。さて、クリボーさん、クリボーさん、クリボーさん。あれ？さて、効かんかった。貫通するのでかいな、でも。シンプルに判定弱いけど、貫通が強い。で、ガマは無視して、これ全部開けてもなんもないか。よし、入る。はい。で、ここで中間やったか。それは？え？なんだそれ。どっかから取れるんかな？なんか、ね。ここはピロリロリンできるんだね。ピロリロリンできるけど。わあ、なるほど。はい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 。これを使って取れと。よーしよしよし、いいぞ。いいけど、ブーメラン使えなくなったぞ。詰まって。ねえ、グイってなって、ガボン踏む。で、ピロリロリンして、あ、これこっちに投げてくんのか。で、ここフワーする。ピロリロリン、ここの空間何？あ、やられるんですね、そこは。そこはダメなんですね。なんか入れるやーと思って入ってると、なんでこの角度？わからん。わからんが、とりあえずちょっとまた片っ端から集めていくか。くっ。ほっ、ほや。これ全部プロペラかもしかして。あ、全部プロペラですね。なんでまあ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 、貴重品も入ってないならば、ちょっと待ってよ。とりあえず集めて。そこのガボン何なんだろうね、気になる。あいつなんかあんのかな。で、多分これぶつかるとなくなっちゃうはずなので、こういうところはなんかない？なんもない？なんもないのか。で、ここはシンプルにあれやんね。トラップになってるので、ちょっとプロペラ。プロペラーってして、で、ちょっと待って。プロペラーってする。なんかどっか登れへんかな。登れた。登れたけど。入っちゃダメ。入っちゃダメ。絶対なんかある。あーん。あーらん、あららん。ちょっと待ってよ。こっから上がる。え、ゴール切っちゃった。え、これあかんやつやろ。ショートカットルートでした。ショートカットルートでしたので、ドゥーン。ちょっと待って、プロペラ持ったまんまや。珍しい、珍しい。よし。で、叩けばいいというものでもなかった。で、罠と見せかけてですよね。さっきのクリボーはそういう意図よね、おそらく。戦かんかったらコインもらえへんぞ、みたいな。まあ、コインもらえるから何なんだ、みたいな。ところはあるが、上には何もなし。そのコインは別に取っても嬉しくない。抜けていって、そろそろなんか、あれ、後ろ入れんのこれ。そろそろグリーンスター隠してない？隠してなかったです。隠してないです。角度変えて、こっち見て、そこ入ると、進んじゃうが、オン！ポン！ポッ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 。あ、はいはいはい。時間内に倒すよと。よし、OK。はいはいはい。ここでグリーンスターが3つ目取れますよと。ハンコはどこにあったかわかんない。が、カラクリ屋敷切って、ちょっと待って。いただけるものいただいていくか。ほい。あ、でもコインだけ。ハンコはないない。ハンコないない。ハンコない。ハンコないっすか。ハンコない。まあ、ないね。さすがにこんなところにはないか。なので、ここでこのまま、てっぺん取ってゴールと。やっほー。さっきショートカットしちゃったもんね。なんかタイムアタックではあのルート通るんかな。なんかそういうルートありますよね。で、チャリンチャリンチャリンとスターが手に入って、ドンケツが出てくる。じゃあそのドンケツだけやっちゃうか。これドワン、当選簿ドンケツプリンス。普通になんか
雑魚敵として出てくるのかわいそう。あの、ヒューリーワールドでもあれか、なんか、すごいちょい役やったから、まあそんなもんか。で、ボーンってして、どっから出てくる？こっち？こっち。結構オッケー。さあ、3発ですよね。いや、もうこいつももうさっきやったばっかりなんだよな、実は。そう。ヒューリーワールドでもね、見た顔なんで、ふわーってして、キックする。あと一発。ちょっとまあ、どっから出てくるかはよくわかっていないが、ドスン、ドスンして、このまま押し込む。え？そっち？そっち。はい、キック。ああ、かわいそう。で、グリーンスターもけなげにくれますよと。まあ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 。ね、慣れたもんですか？慣れたもんですね。で、ドンケツが当選簿していたところも突破することで、次に進めますよと。虹がかかった。左ルートも気になる。で、そこドスンする。なんかいろいろとね、気になるところはありますが、次回はね、とりあえず6の4から。パックめっちゃいる、パックめっちゃいるけど、そう、6の4ね、まだ遊んでないので、ここから遊んでいければなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。